では上から順にアミコさんからお願いします。はい、アミコです。学びす歴はそうですね、合計で20本くらいです。好きなお花は、うわ、何にしようかな、赤いバラにしとこうかな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では順に、はい、ロックさんお願いします。はい、ロックと申します。マダミス歴は1ヶ月2ヶ月ぐらいで10択ぐらいです。好きなお花は、バイオレットです。おお、バイオレットバーガーデンが好きなのでバイオレットでお願いします。よろしくお願いします。おそさん、よろしくお願いします。はい、おさと申します。マダミス歴半年ぐらいになるかなと思います。タック数は30か40ぐらいいってると思うんですけど、オンはちょっと最近やり始めたのでまだあんまりっていう感じです。で、好きな花はそうですね、ベタですけど桜ですかね。うん、いいですね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではカニさん、よろしくお願いします。はい、カニと言います。お願いいたします。マダミス歴はまあそこそこですかね。好きな花はガーベラです。お願いします。では葵さん、よろしくお願いします。葵です。マダミス歴は多分約1ヶ月ぐらい、今回で3本目になります。なので、お手裏紙願いします。好きな花はラベンダーと黒百合です。おー、いいですね。よろしくお願いします。ではまず初めにを確認したいと思います。初めにマダミステリーとは、マダミステリーとはあなたが物語の登場人物として物語の中で起こる事件の犯人を探しながら、それぞれのプレイヤーに設定された秘密のミッションの達成を目指す会話を中心とした推理ゲームです。このゲームは一度参加してしまうと全てのトリックが分かってしまうため、人生に一度しか遊ぶことができません。本作品はロールプレイ重視シナリオとなっております。このキャラクターだったらこう動くかもと思うことをぜひ積極的にやってみてください。3つ目、ハンドアウトをそのまま読み上げないでください。ハンドアウトに書いてあることを相手に伝える際、そのまま読み上げないでください。没入感を損ない他の人のロールプレイの妨げのとなることがあります。ご自身のキャラクターの言葉に置き換えて相手に伝えてください。ハンドアウトを見返す際も、ハンドアウトも確認しますね、ではなく思い出しますね、などと置き換えて伝えるようにできるといいですね。メタ的な発言は控えてください。このキャラクターはこういう立場だからきっとこうだっていうみたいな、メタ的な発言はお控えください。他のキャラクターのロールプレイの妨げとなることがあります。ご自身の頭の中で行っていただくことは一向に構いませんが、口にはしないようにお願いします。感情的に他のプレイヤーを攻撃しないでください。感情的になってしまう場面があるかもしれませんが、他のプレイヤーを傷つけてしまうような発言行動はやめてください。皆さんで物語を紡いでいくっていうことを忘れないでください。全員が嘘をつけます。犯人以外の人物も嘘をつくことが可能です。ですが、作品の世界観から逸脱してしまうような嘘はやめてください。議論やロールプレイの妨げになってしまうことがあります。密談はありません。議論は常に全員ですることになります。カードの引き方については後で説明しますので、ここまでご不明な点はありませんか？大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。では、あらすじを読み上げさせていただきます。舞台は現在とは違う歴史をたどった大正時代。終戦間もない世界に蔓延する奇妙な病気、火葬病。患者の生命を徐々に奪い取った目が死に際に花を咲かせることからついた病名。ある日、火葬病研究の第一人者である梅崎一郎の死体が本人の別宅で発見された。現在この別宅にいるのは5名。不治の病と呼ばれていた火葬病をめぐる事件は起こった。次に PC の説明に行かせていただきます。画面中央から PC1 大岡6歳女の子、
日本人と西洋人のハーフ、仮想病患者です。画像左上 PC に東郷、17歳、青年、日本人、仮想病患者。画面右上 PC さん、加藤菊臣、35歳、男性、日本人、医者。画面左下 PC4、佐伯もみじ、33歳、女性、日本人、看護師。最後に画像右下 PC5、高梨椿、27歳、女性、日本人、メイドです。では、共通情報の方に進ませていただきます。仮想病とは、仮想病とは瞳から花を咲かせて死に至る奇病である。初期は風邪に似た症状を発症するが、心肺機能の低下、身体能力の低下、ついには仮想ウイルスが脳へ至りと死亡します。仮想病の病名は日本で初めて発見した梅崎一郎氏が命名しました。今も梅崎一郎は仮想病発見の第一人者として研究をしています。現在は医療が進歩してきて、投薬による治療で1年しか持たなかったところが、7、8年までは寿命を延ばすことができる。しかし、未だに根本的に完治ができない不治の病である。一部では、仮想病の花を咲かせて死に至るということで、仮想病で死に至ると天国へ行ける、死に際に咲いた花を手にしていると幸運が訪れる、など、狂気じみた考えを持って崇める人が存在している。梅崎一郎の別宅。あなたたちの現在の位置について。あなたたちは日本のとある孤島にある梅崎一郎の別宅に1週間ほど滞在しています。ここは梅崎一郎の研究施設としても活用されています。周囲には何もなく、交通手段としては食料、新聞、郵便等を運ぶ船が早朝に1便来るのみとなります。ある日の19時の出来事。ある日、梅崎一郎は夕食の後に皆に告げた。明日、東郷を仮想病患者の症例として全世界に報告すると。はい、それではハンドアウトの読み込みをこれから行っていきたいと思います。ではハンドアウトの読み込み20分間です。皆さんミュートにして行っていただきます。皆さんのミュートが確認できましたら、タイマースタートさせていただきます。ではいってらっしゃいませ。もうかさんがアート。かわいい。きっと別のおじいさんも笑顔にしてなれる。絶対。絶対よ。もうか、なくさえ女の子。日本人と西洋人のハーフ。仮想病患者。あなたの生い立ち。あなたは生まれつき仮想病を患っていた。両親とは生きばかれてしまい。エッサになること、見ず知らずの、かつ、飛行機が引き取ってくれた。それから、飛行機と二人で生活をしていた。陽さんになる頃に、飛行機の紹介で、仮想病患者、第一員、第一人者の、梅木一郎の、元に飛行機と一緒に行くことになった。そこで、仮想病患者の東郷、看護師の、佐伯もみじ、梅杉一郎専属のメイドの高梨津田菊部を。あなたとは、大花の名前は、大花、名字はないの。お前の時からすでに仮想病だった。もう末期みたいで、左目からつぼみが出始めてるの。みんなが気味悪からと思って団体で隠しているわ。ユウは気候にお父様と一度おじい様のもとで一緒に暮らしているの。あと、同じ仮想病患者の東郷ペンと、看護師の末木もみてさん、おめえとも坂の七崎さんは死ん。でも実は、気候にお父様も一度おじい様も本当の家族ではないの。ウォーカは本当とお父様とお母様が行方不明になってしまったと聞いたわ。本当のお父様とお母様のことを、飛行機お父様が尋ねたことがあったわ。そしたら、一枚の女性の写真をくださって、すごい悲しい顔として、ごめんね、と言われる時だったの。そんな顔しないで、飛行機お父様。きっとこれは、大花のお母様のお写真なのね。凍らせてしまった向こうが悪いわ。ごめんなさい。
ふみお父様にも内緒だけれど、多くはやっぱり本当のお父様とお母様のことが気になるの。でも前みたいに本当にお父様に悲しい予感をさせているわけじゃないから、ふみお父様のも聞かない。何か手がかりみたいなものはないのかしらと調べてみたけど、多くは一人ではちっともわからないの。大好きな結婚にお父様だからこそ笑っていてほしいわ。一度おじい様は一度は囲い回ったことがないの。きっと気難しいおじい様なのだわ。ポーカキンとは嫌ところ車椅子に乗ること浮気の仮想病だったので、でもとても優しいの。いつも桜花のお話し相手になってくれるわ。もめちさんは桜花のことを覚えて見ててくれるわ。よく作ってくれるうさぎ三人子はとっても可愛くてとっても美味しいのよ。メイドのつなくさんも桜花のことを怖がったりしないで接してくれるわ。いつも桜花ににっこり微笑んでむさましてくれるのよ。優しい耳に囲まれてきっと桜花は幸せなんだわ。でも東郷くんは半年前のある日のある何かの手術を受けたみたい。桜花は寝ていたから知らなかったけど、起きたらムーギーさんが寝ていた東郷くんの様でずっと泣いていたのを覚えているわ。でも東郷くんが、お、ミジさんって声を出してむさむさ時は、桜花も心から彼様ありがとうって思ったのよ。その時仮想病手術を成功したと言っていた。一度おじい様と笑顔を押し取れないわ。その後、間もなく、東国君は車椅子はなくても歩けるようになったのよ。そしておじい様すごいわ。その時、大川気づいちゃったの。ずっと東国君を助けるために、一郎おじい様は一生懸命だったのよ。それで、きっと疲れだったのだわ。大川の仮想病を治ったら、一郎おじい様は笑顔を出てくれるかな。でも、こればっかりは、桜花一人ではどうにもできない。桜花一人じゃ、一度おじい様を笑顔にもできないのかしら。そんなことをメイドスマスさんに相談したら、面積先生に東郷さんの、最高を歌とうってお花を渡してみては。先生がお花がお好きですよ。と、ここ教えてくれた。確かに、それなら一応おじい様にお花をプレゼントしてみよう。東郷くんの手術成功を歌とうって。そういえば、その時、スノキはもう少し説教していたわ。仮装してたのかした。でもでも、天はすべて昔から言うわ。早速お花を、と思ったけど、この辺りにお花は咲いていない。ああ、どうしよう。そうだ。綺麗な花の切り紙をプレゼントしよう。桜花は部屋で見くって、地でが折り紙を、作って始めたわ。一度おじい様の名字の米の形の地り紙を。うまく、ハサミが合わせなくて、何度も何度も失敗したわ。でも、桜花は諦めない。桜花の、ひろおじい様の出会うびきりを頑張らなくちゃ。どうですの記憶。19時。この日、一郎おじい様は夕食の後でオカラスに行ったわ。和紙工房仮想病患者の条例として全世界に帰国すると、一郎おじい様に作ったお花の切り紙、夕食の際に渡しそびれてしまったんだわ。だって、あんな発表受け取りされるんだもん。びっくりしてしまったわ。文化がピカーンとしていると、気候にお父様が、オカ、22時には寝るんだろ、もう自分の部屋に帰りなさいって言った。そうだったわ。たまにお父さんとの約束。20時にはベッドに入ることってあったわ。桜花は、はーいと。変にすると、天国くんが桜花の姿で来てくれたの。食堂を手にして、桜花と桜花は2階のお部屋がある階部で会合を終わったわ。東国くんは桜花をお部屋まで送ってくれた。桜花は東国くんにおやすみなさいを言ってはお別れしたの。桜花、あそこのベッドなりに行ってみよったら。ああ、なんてすごい一郎おじい様。本当に東国くんの仮想病患者をしてしまうなんて、まるで神様のよう。
きっとあさって一郎おじい様は世界中から注目されて、いっぱいいっぱい主観作用を受けたり、いっぱいいっぱい仮想なの人たちを治療していくに違いないわ。さすが王子の一郎おじい様、日本一、世界一の一郎おじい様。でもちょっと待って、勇敢からの王子、もしかしたらだけど別のおじい様は10メーズになって、クオダメの存在になってしまうということなのよ。そんなことになったら、幸運の切り紙を脅さなるかもしれない。どうしよう、どうしよう。速度に戻してらっしゃるかした。でも、普通に脅すのはちょっと望みがないならな。大株一郎おじい様をびっくりさせて、プレゼントをお渡ししたいのだから。まだご利用はないかと大株が思えたわ。あれでひらめいたの。そうで一郎おじい様の部屋の中でこっそりも調整して、帰ってきた時に渡せばいいのだわ。そのためには一応おじい様の部屋の向きを受けなきゃ。確か聞く身お父様がいつもお部屋があった。いらっしゃいで一応おじい様のお部屋の鍵をしまっていたわ。いつも、絶対に低いで早いなって言っておいてるけど、サプライズってことで今回も見せたもらえればよね。19時15分頃、大子を隣には、聞く身お父様のお部屋の鍵を少し開けてみたわ。聞く身お父様はまだ眺めてないよね。ゴーゴーが後押しで走るように、ここにお父さんがお部屋に入ったの。侵入成功。次は一郎おじい様のお部屋の鍵でそこが多くて。お部屋の、確か、聞く目もここも引き出しに。ゴーゴーが背伸びをして手を動かしてると、くちんと硬いものが手に当たったの。それを掴んで目の前に持ってきたわ。撃ったわ。一郎おじい様のお部屋の鍵。これがあれば一郎おじい様のお部屋で入ることができるわ。王が仕込みお父様のお部屋のドアを少し当てて、廊下の様子を見たわ。誰もいないようで、王がきっと貴子のお父様の部屋から脱出したの。自分はさながらに住むよ。さあ誰にも見つからないように、3階の一郎おじい様の部屋へ向かいましょう。19時30分頃、誰にも見かず、一応いい様をお部屋の方に着いたのだわ。王子を書き甘い呼吸を入れてみたわ。カチャリと音を立てて、すんなりとドアを開けてみて。聞こみお父様、言葉が飲み入る。絶対に一人で入るの。でも今回だと遠慮してちょうだい、聞こみお父様。王子は一応いい様の笑顔が見たい。ドアを少し開けて中の様子を拒む。一郎おじい様はまだ戻っていないようね。僕は一郎おじい様の部屋に入ったわ。さて、どこに隠れようかしら。机の中？隣の中？机は外から見えちゃうし、隣の中は、僕はとても入りきれないわ。どうしたのか？ここからは何を起動していたかったんだわ。僕は姉に身をつけて頑張ると、突然、僕は後ろにしっくり返ったの。そして真っ暗の日を見つけたわ。こんなところにちょうどいい場所が。ここなら広いし、王冠をこくえることができれば。これが食えて一応おじい様を待つのぞ。一応おじいさんと、そういえば、時間をどう食えたってのかしら。なんだか思い一回だし、何かもって。何やかの音が聞こえる、消えつき。エル、トウヤ、妹。一郎おじい様の声。タオヤって何？妹？誰が妹なのかしら。仮想病。第一人者。始まり。仮想病は仮想病のこと？第一人者はどういう意味なのかしら。僕は重く聞こうと耳を壁に近づけたわ。タオ、聞きよう。お前、いや、僕、聞いてよ。アイキャラスリの娘。するとどうして、ゴンと大きい音が聞こえてきたり。僕はびっくりして、何かにゴーッともぶつけてしまったわ。パクリと何かが落ちたり、コラコラ何かが割ってみようだけど、真っ黒で僕は何もない。すると、バタンという音はと、足音がどんどん小さくなっていくみたいだけど、何かあったのかしら。最後に聞いていたことが気になる。不要。王家、スピア、
あいつのスニブウフ。不要ってどういう文化するん？オーカは、オーカを、な？付き合って何かしろ。あいつは、セリの娘。セリって誰なの？それにしても、静かになってからだいぶ経つわ。治療おじい様はもうお部屋を出ていかれてもっともし、オーカは外に出ることでした。真っ赤な方がどう出ればいいかわからなくて、チボチで探りで触っていたな。そしたら目の前に仮面みたいなものがあったの。ウォーカーはなんとなくその仮面を前に押してみたわ。古いたわ。これで一応オーティズムの部屋に出られる。すると、目の前に一応オーティズムが倒れている。下の頭から、血が。ウォーカーの目の前が来ないと言わんなに。ウォーカー。何かした？何かを聞こえる。それに、イライラとウォーカーをうなすのもであり、あんまり目を開けると、とても心配そうに誰かがウォーカーの声を吠えていたの。まだ目についそうが強そうでもこう。ここにお父さんの、ウォーカーを目をしないと、こんなウォーカーの声を覗き込む既婚のウォーカーと、トーゴパー、モルメさん、メツバキさん。あれ、ここは、どこ？治療おじい様は？どうしたオーカーをこんなとこにいるのかしら。なるほど。みんなガラゴで風船なのに。あと一個のお父様が重要で、この中に犯人がいるのかな。でもオーカーはまた可愛いから。よ、オーカ、スペア、あいつはセリの娘に対して喋ること。本当、オーカは本当お父さんの子となってたら分かるかもしれない。やって何かした、セリ。クイアムは、オーカのお父様、お母様犯人として最多勝を得だよ。確かに一生あるぜ、部屋で、だけどオーカを名前をしているのだろ。自分がニケージに入ったこと、そんなこと。お父様を悲しませてしまう子が、気が毒で、お前のふわふわしている。他の人は言いそう。梅垣水道が50歳。一度おじい様、大川と気候のお父様を受け入れてくれたらしいおじい様。大川のことを必死に直そうとしていた、大川は笑ってほしかっただけなの。どうご注意なさい。大川くん。ウォーカーを手伝うのはウィスマみたいな姿。いつもウォーカーのマッサージになってくれてるハッシーウィスマ。でも、発想業を先に直してしまったみたいで、撮った写真。加藤福音、ここにお父様。ウォーカーを拾って奪ってくれて大切な観察のお父様。ウォーカーのことを見て、優しく応援でくださるの。お父様の左足を、気を、クリルみたいで走っといてたらしい。階段を登るのも上がってみて。モミルさん、ウォーカーのお母様みたいな風が。モミルさんの作ってくれるお酒さん人形大好きよ。トーゴから提出に思ったときは、ウォーカーにもわかるわ。だから実だけ27歳。キノキは、ウォーカーのお姉さんみたいな風が。ずっとウォーカーを温かく見守ってくれているの。お花がとっても好きみたい。友人のこと関わってるから、もみお父様を悲しませてしまうかもしれない。二人教室に入ったことを捨ててからない。なるほど。目は難しくない？と、犯人、自分が犯人じゃないから、四人の心は探すかに。で、不要、フォーカス。いや、あいつはスリの娘ってんの、何なのかが正直出てんかも。まあ、犯人と指摘されないことは、頑張るしかないから。はいな。はい。二つほど聞きたいことがあって。はい。一つ目が、おじい様の、発言をちょっと変えるのはありですか？まあ。アルゲーブ捏造というか。ああ、そうですね。どこら辺っ
ていうとあれですけど、どの部分を変えたいですかね。例えばだけど、その誰も知らないあのうちに、あのおじい様に部屋に呼び出されたっていう。ああ、うん、全然それはあんから。大丈夫ですよ。大丈夫です。あと、じゃあ二つね。あの隠し部屋を他の人に言うのはいいですか。はい、もちろん。了解。早い、はい、すごいですね。はい、いや、どっちかなっていうとこ、さすがにバレちゃいけないんだったらちょっと考えなきゃいけなかったかな。まあでも6歳の女の子なので、そう、まあ、そうですね、そうですよね。そこをどうするかは、まあ、葵さん次第で全然いいと思いますよ。わかりました。はい、はい、頑張ってください。あと、はい、はい、あと一つだけ、この、つい、目標にある、なんだろう、自分から委員長室に入ったことを指摘されないことっていう、その、範囲ってどこまでですかね。そうですね。指摘されないの範囲。記憶がない状態じゃないですか、おかちゃんって。はい、気づいたら、みんなに内緒で、父さんに8時には寝るようにって言われて、行って、こっそり入ってるので、それをバレたくないって感じですかね。まあ、まあ、塩梅です。その、自分、難しいんですけど、まあ、達成できないことも、あ、これこそ、上に書いてあるんですけど、目標は上にあるほど優先度が高くなっていますって書いてあるので、ね、まあ、そうですね。じゃあ、例えば、その、さっき言ったように、呼び出されて、まあ、委員長室に待ってたっていうのは、指摘されたことになりますか？なりません。ならない。ならないです。あ、じゃあ、はい。はい、ありがとうございます。あと、その、追加特典の、その、写真はまた後で、ってことですね。あ、そうですね。これからカードがあるんですけど、カードの説明もこれからするんですが、そこで、あるかもしれませんね。はい。はい、一緒移動です。はい、わかりました。頑張ってください。はい、頑張ります。見て失礼します。はい、では皆さん、お時間になりました。では物語のオープニングに入りたいと思います。字の文は GM が読み上げます。キャラクターの部分は担当の方に読み上げをご協力お願いします。声を張り上げる部分がありますが、時々ノイズとして聞こえない場合がありますので、少し声を張るくらいで大丈夫です。ではオープニング行かせていただきます。21時半、4人は3階へ向かった。委員長室のある3階へ。階段を上り切ったところで何かが目に入り、聞く海が声を上げる。王家。委員長室のドアの前の廊下で、オーガが倒れていた。キクムヤは左足を引きずりながら、懸命にオーガの元へ駆けつけた。モミジ、トウゴ、ツバキも後に続いた。キクムヤはオーガの体を揺する。オーガ、オーガ。キクムヤの声が聞こえたのか、オーガはゆっくり目を開く。キクムヤ、お父様？オーカの声に一同は安堵した。オーカ、どうしたんだ？大丈夫か？キコミは起き上がるオーカに手を貸す。そうだ、オーカ、怖い夢を見たの。治療おじい様が血を流して倒れている夢。オーカはキコミにしがみついた。怖い夢？一同は顔を見合わせる。ウォーカー、いたの。一郎おじい様が死んでしまったように動かなかったの。みんな首をかしげている。そういえば、梅崎先生の姿が見えないね。これだけの騒ぎなのにおかしいわ。沈黙が訪れる。確かに委員長室の前でこれだけ騒いでいるのだ。梅崎一郎委員長が出てきてもおかしくはないだろう。
すると椿が、失礼と言うと院長室の部屋をノックする。梅咲先生、椿です。返答はない。すかさず椿は院長室の部屋の鍵を取り出し開けた。そこには桜花が言うように血だまりで倒れている梅咲一郎院長の姿があった。かけていく菊を見、ダメだ、死んでる。菊臣の言葉に息を呑む一同。ちょっと待って、まだ暖かい。死んで間もないということ。みなそれぞれの顔を伺う。強盗かな。それは無理だわ。この別宅のある島には朝の便以外船はないのに。本日の便では不審者も見られませんでした。とりあえず警察に連絡を。承知しました。警察に通報後帰ってくる椿。警察が到着するまで2時間はかかるそうです。気まずい雰囲気が漂う中、東郷が口を開く。まだ梅咲先生の体が温かいということは、もしかしたらこの中に犯人がいるかもしれないということ。東郷の言葉に一同は沈黙する。すると菊臣はこんな提案をした。このままみんな疑心暗鬼のまま2時間過ごすのも気まずいだろう。だったら自分たちで犯人を探すというのはどうだろうか。再び沈黙が訪れる。その時おもむろにもみじが口を開く。ええ、やりましょう。もみじさん、承知しました。聞くみお父様。そして梅咲一郎院長の死についてみんな調べることになった。ご協力ありがとうございます。マダミステリー仮想病、これより開幕です。ではタイムテーブルの確認をします。ココフォリア場面右上のタイムテーブルをご覧ください。一緒に確認していきます。オープニング後のルール説明から確認させていただきます。ルール説明、操作順番の決定。第1操作全体会議1、15分。第2操作全体会議2、20分、休憩10分。第3操作全体会議3、20分。はてなはてなはてなってありますが、こちらで何かある可能性とない可能性がございます。休憩5分、推理発表1人1分を5回、投票5分、エンディング以上となります。ではルールの方説明させていただきます。わからない点ございましたらその都度教えてください。情報カードの取り扱いについて、操作フェーズではカードの取得と自分の未確認が行えます。ここで引くカードの相談をしていただいても構いません。議論フェーズ中にカードの全体公開、交換、譲渡ができます。全体公開を行う際は全員に対してカードの情報の読み上げを行ってください。カードの交換、譲渡は双方の同意のもと実施してください。カードは伏せたまま特定の相手にだけカード内容を閲覧していただくことも可能です。取得したカードの取り扱いについて、取得したカードは所有権が分かるようココフォリア下にある自身の配役キャラクターの画像位置まで移動させてください。場面で説明しますと、例えばそうですね、もみじのやつを、もみじのカード1を菊臣が取ったらこういう風にここに置いてくださいっていう意味ですね。はい。ご自身のカード取ることができません。ご自身のカード以外を引いてください。カードの取得時によってはご自身のカードしか残らない場合がありますが、その場合その情報は秘匿扱いとなり誰も取ることはできないので注意してください。カードは数字の若い順に取っていってください。1のカードを誰かが所持していない状態で2とか3とかのカードを取ることはできません。操作する順番は決まっていません。
操作フェーズでは順番に情報カードを取得していただきます。情報カードの取得順は第一操作フェーズ前に話し合いにて順番決めを行います。なお順番につきましては第一から第三フェーズ共通となります。第一、第二操作ではそれぞれが2枚取っていただくので、順番的には1,2,3,4,5,5,4,3,2,1 という順番で取っていただきます。第3操作は1人1枚ですので 1,2,3,4,5 そのままですね。なお現場状況一番右にある現場状況5のカードのみ第3操作になるまで取得できません。では早速第1操作フェーズに移りたいと思います。では岡から順番に1枚ずつ取っていってください。ここで相談していただいても構いませんので、ではもう最初なので。いいですね。では次東郷よろしくお願いします。あ、もう取り次第自分だけ見るしていただいて大丈夫です。事件を解明したいので2位もらっちゃおうかな。はい、では聞くごみ。最初にみんな事件現場で欲しいって思ってるか。まあ気にはなりますよ。気にはなるけど自分が気になるところでもいいと思うんですよ。じゃあ、じゃあ俺は交換一応。はい、ではもみじさん。私も、はい、では椿さん2枚お願いします。はい、じゃあそうですね、現場状況を見させていただき、あとはじゃあキトミさんの位置を見させていただきます。はい、ではもう一度もみじ。では聞くおみ。では椿さんの位置を。では東郷。はい、じゃあもみじさんの位置をもらいます。最後に大岡ですね。僕もよ。誰かの一枚か玄関状況か。なんか何ぼります。うん、はい、では全体会議の方に移らせていただきます。はい、では15分間選択会議よろしくお願いします。ではどうぞ。そうだな、最後に梅詐欺先生を見たのは何時かわかるか、みんなは。7時30分頃に食堂でお酒を飲んでるとこ見ました。うんうん、7時30分には食堂にいた。
この時他に誰かいなかったのか、あと、に厨房に椿さんが一緒にいて、僕もお手伝いして、そうです、うんうん、うん、で3人は姫詐欺さんのことを見てるってことか、まあ、少なくとも僕は、うん、でもその19時15分頃って東美さんと、うん、名前プリハじゃなくてもみじか、もみじさん先生と話してませんでしたか。そうですね、15分19時15分15分、そうそうだね。その後私は見てないのですが、先生は、俺たちもその時、その時に15分頃に話が終わって2人で2階に行きましたね。うん、そうですね。私は最後におじいさまを見たのは19時ぐらいの遅くじが終わった時ですね。その後に東郷くんにお部屋に送ってってもらってるので。うんうん。なんか、みんなが集まった時に、大花ちゃんが、おじいさまの夢を見たって言ってたと思うんだけど。怖い夢？そうです。まあ、実は言いますと、私は、もうお食事が終わった後に、おじい様に、お部屋に来てと言われてまして、すぐその後に、お部屋の、おじい様のお部屋の方で、おじい様を待ってましたの。けど、お腹がいっぱいになってしまってて、眠たくなって寝てしまってて、なので、寝起きて、物を流して、で、おじいさんの子、若い血を流してるのを見てしまって。で、そこがもう夢だと思ってしまったのですわ。物音っていうのは何時頃かわかる？わからないね。うんうん。の物音とかに聞いた人いますか？他には物音と聞いた人はいないってことか？特にしなかったと思うけど。うん。あ、聞いてないと。うん。うん、多分その物音というのが、状況証拠にあるのでちょっと後悔しますわ。うんうん、うん、これをこの遺体状況に頭部と腹部から出血してるっていうのがあるんで、向こう側の流れか音ではないかなと。うん。そして、もう一つ。その結婚の証拠で、コロビーを、棚に飾ってあったトロフィーが一つ一番付着していたらしいので、多分トロフィーが、おじい様が殴られた音ではないかなと思ってます。病気である可能性は高いね。うんうん。じゃあ僕もさっき調査したんですけど、うん。まあ、あんま関係ないかもなんですけど、なんか、院長室のところに折り紙が落ちてて、あ、折り紙できたらなんか、うん、なんか変なものが置いてあって、なんか梅の花で切ったのが分かりました。私が作ったものです。そうなんだ。うん。
おじい様とカワゴくんを、ま、送ろうかなって思って作ったものですわね。なので、私の持ち物ですわ。関係あるのかわからないですけど、うん、はい、現場にはなんか古い日記が落ちていました。古い日記、なんか佐伯宗谷の死によって私は日本で初めて火葬病を発見した人物となった。開花するまで粘った甲斐があった。本当に人が花を咲かせて死に至るなど実際に見てみないとわからないもんっていうのありました。翻訳者。この翻訳者の人に心当たりは、あ、ん？椿さんと同じ名字じゃん。多分姉のことだと思うんですけど。ああ。椿さんのお姉さんの旦那さんが、まあ、婚約者が佐伯宗谷だったので。そうです、うん、それは知っていたんですか、椿さんは。それはというのは、その婚約者がいるってことですか。姉に婚約者がいて、その婚約者が初めて梅崎先生が見つけた仮想病患者であるということは。初めて見た仮想病患者なっていうのは知らなかったです。婚約者だということは知ってました。うん、なるほど。院長室の鍵っていうのは椿さん以外に持っていらっしゃるんですかね。どうなんでしょうか。あ、さっきもみじさんの荷物漁ってたんだけど。ん？はい。荷物漁ってない。鍵が出てきました。ああ。もみじさんも鍵は持っているということですね。私も持っていますが、もみじ先生はお持ちではないんですね。うん。あ、そうなんですね。あ、私も俺ですか。あ、そうですね。3人俺は持っているのかと。俺は持っていないですね。うん。興味先生は何か調べて分かったこととかありますか？まあ、椿さんが鍵を持っているってことは分かりました。私、今思い出しましたか。ここにお父さん、多分鍵を持っていませんでしたか？確か、ここにお父さんはいつも、お部屋に、確か鍵を閉まってるのを見たことがありますわ。大丈夫ですか？聞こえますか？ちょっと思い出すね。鍵いっぱい持ってるから。その中に入ってるんじゃないですか？そうだ。もしかしたら持ってるかもしれない。いや、持ってますよ。先生ですから。まあそうだよね。私先生だからね。
うん、なるほど。どうでした？ちょっと待ってね。大丈夫ですよ、ゆっくりで、うん、ちょっと他のこと話しててもいいかもしれない、うんうん、あ、本当ですか？じゃあもみじさんは何か、私の記憶が正しければ確かお部屋の引き出しにおじいさんの部屋の茎をしまってませんでしたか？私の気のせいかした？よく知ってるね。おか、また勝手に部屋入ったのかい？気のせいでぞ。じゃあ、私は、これは、どなたの方だった？おかちゃんの部屋を見せてもらったんだけど、仮想病の進行を抑えるための薬を見つけました。私は生まれた時から仮想病なを狙ってるので薬が手放せないんですよ。そうだね、うん、いつも飲んでる薬だね。うんうん、そうですね。あと、まあ、これはどうなんだ、なんか僕の部屋調べてたみたいですけど、なんかありました？そうですね、もう少し後で。うんうんうん、大丈夫ですよ。やばい、なんか変なもの見られたかな。そんなことはないんですけど。そんなやかいものがあったの？いや、ないですよ。正午、年頃だからな。そうですが。何か、俺が部屋に行った時もゴソゴソしてなかったか？このせいか？いや、大丈夫ですよ。この島は、ほら。娯楽も少ないし、そんな持ち込めるないですよ。うん、うん、何か私が部屋にノックした時に、うん、片付けてた音のようなものが聞こえたんだけど、なんか片付けて、うん、見られちゃまずいものでもあるか、部屋に。あ、僕ですか？うん、どう？いや、全くないですよ。むしろもう何を渋ってるんだろうってぐらいですね。うん、うん、ちょっと部屋片付けてたぐらいか。あ、もう部屋開けっぱなしでもいいぐらいですよ。うん、それはさすがにやばいか。はい、それお時間になりました。では第二操作フェーズになります。先ほど同様の順番でカードを取得していただきます。では岡からお願いします。私はゴミババの秘密を暴きます。では東郷。そうだな、じゃあ、椿さんの次に聞くゴミ。そうだな、オーカの3をもらう。娘大好きか。
娘だからね。次にもみじ。じゃあ私もほうかちゃんも。私の秘密が前裸げぞ。悲しいですわ。やっぱ秘密があるのかい？言えないですわ。そしてパシフォルマビリーになんでごてしたの？じゃあ、つばき2枚お願いします。はい、じゃあ。どうし、じゃあ、統合させていただきます。2枚ですか？はい、2枚です。じゃあ、もみじさん、見させてもらいます。では、もみじ。じゃあ、私は、つばきさん。次に、きくおみ。王吾の3をもらおうかな。次に東郷。もみじさんのやつもらいます。次に岡。あのやだ、これは岡が大好きって言うなって言ってないパターンのクソ。く。わかりますわ。はい。はい、ありがとうございます。では全体会議2になります。今回20分間ですね。20分間の話し合いよろしくお願いします。ではどうぞ。じゃあ私から、ほうかちゃんのさっき B の話が小海先生の鍵の話が出たんだと思うんですが、その鍵は岡ちゃんが持ってたのかもと。岡ちゃんの部屋から院長室の鍵が見つかりました。岡？そうですわね。私もおじい様からいただきましたの呼ばれていたので、渡されましたわ、そういうことですね。そういうことだよな。19時半以降はみんな何してた？19時半。みんな部屋に帰った。もみじさんを部屋に送ったのが19時半で、この頃ですね。部屋に帰った後何してたの？何帰った後みんな、もみじさんは何してましたか？私は院長から聞いたお話を悶々と考えてましたね。なんかいろいろ考えていて、正直時間がどれぐらい経ったのかあんまり分かってなくて、で9時15分頃に、東郷くんのマックに気づいて、ドアを開けたっていう感じですかね。こんな時間まで考え事してたんだ。そうですね。まあ、ちょっとあ、そっか。いや、久保美先生も一緒にお話を委員長、そうですね。聞いたと思うんですけど、俺もついて、その話を聞いて、
図書室かな、図書室で医学書を読んでましたね俺は。図書室っていうか、どちらに、書室じゃないか、ちょっと思い出しますね。あ、自分の部屋ですかね。ちょっと本がありすぎて図書室だと思っちゃった。俺ちょっと本棚いっぱいある。自分の部屋で医学書読んでる、気候にパパの、パパパパパあの医学書持ってるのもあまり、参考にも何もならないけど。そうか。え、仮想病の、仮想病のところをめちゃくちゃ見てらしたりとかなと。ああ、飲みながら。勉強のシーンだ。他の方は何をしてるの？当が何してたんだ？僕はね、19時半にぐらいに食堂で手伝いした後、もうほとんど実質だね。あとは、木込みさんが呼んでくれて、その後にちょっと出て皆さんのところにノックしてぐらいですね。あんま外出てないな。でも、20時15分ぐらいに、もみじさんの部屋をノックしたんだけど、返事がなかったんだよ。20時15分ぐらい。何してたんですか、もみじさん。さっき部屋で考え事って言ってた。このノック多分私気づいてると思います。あ、本当ですか。はい。てっきり返事ないからなんかいないのかなと思っちゃった。ああ、そうですね。東吾くんに関することをちょっと考えていたので。考え事してたなら仕方ないか。どんな顔をすればいいかって迷ってるうちに音が遠のいてしまった。これは20時、ちょっと、もう一回聞いてもいいですか？20時15分くらい。あ、15分くらい。わかりました。ありがとう。いえいえ。で、それぐらいのタイミングなんだけど、空き部屋を通りかかったんですよ。で、空き部屋の前に、ハンカチが落ちてたんですね。で、そのハンカチになんか TS っていうイニシャルが入ってまして、なんだろう、この事件には関係ないかもだけど、なんか TS っていうイニシャルが入ってて、でもこの中に TS っていうイニシャルの方は一人もいないんですよ。ハンカチってこれのことでしょうか。うわー、どうだろう。TS と書かれてました。あれ本当ですか。あれ持ってる。あれ、じゃあそれですね。拾ったやつじゃないか、その時。そうかも。あ、そうだそうだ、さっき拾ったやつだ。そうそうそう。この TS ってどっちが名前なんでしょう。まあ、梅詐欺先生が見つけた初めての仮想病患者の方は、名前、名字の順番であれば TS。確かにそうです。ではあるね。彼の持っていたハンカチなのかもしれない。古びたハンカチってことは結構前のやつを大事に使ってたってことだから、畳か何かで身につけていたものかもしれないね。ってことは空き部屋に
梅崎先生が言ったってことになりますかね。まあでも先生とは限らないかな。うん、まあまあ。うん、持ち主だと。そうそうそう。もし S が名前なのなら、私は少し気になってることがあって、ちょっと私の夢のお話をさせていただいてもいいでしょうか。はい。うん。私6歳児だからわかんないっていうことを加味して聞いていただけると。うんうん。うん。お父様には、まあ、どう思われるかはちょっとわかりませんわ。私は、和桂様に指出されて、机に、お父様の、鍵を落とされ、和桂様の部屋で待っていて、染まっている時に、実は、隠れる場所をちょっと、探してて、サプライズで、先ほどの、切り紙を渡そうとしてて、ちょっと隠れ向きなんで、探索をしていたら、真っ暗いお部屋を発展してしまって、そこで、おじいさんを待っていたのね。けど、お腹がいっぱいだったから、その中で、寝なくなって寝たったの。うん。そして、起きた時に、私は夢だと思っていたんだけど、途切れ途切れに、声が聞こえてたの。声と、ゴンっていう音が聞こえてて、うん、その声が、なんかね、道具を必要、お前、不要、不要を、スピア、あいつはスリーの娘って聞こえたのに、セリーっていう人が誰なのかなって思ってて、もし名前が S だったら、そのセリーっていう人も S だなって。確かに。誰かそのセリーっていう方をご存知では？これってもしかしてユリとかじゃなく？セリー。セリー。セリー。僕は心当たりないかな。わからない。セリン、あいつはフェリーの娘って聞こえたので、私の知らない本当はお母様の名前がセリンという名前なのかなって。赤ちゃんのお母さん、お父さんはフォミさんだと思うんですけど、お母さんはセリっていう名前なんですか？いいよ。もう私は実は、うん、聞こみカバの娘ではないの。え、私も生まれてから、はい、生まれてからカスの病を患ってて、そして聞こみお父様に言っていらないかも。だから私は本当のお父様のお母様も知らないの。だから、本当のお父様とお母様の、ことが知りたくて、けど聞こみお父様には聞きづらくて。だから私はその大仏に、おじい様にもずっと聞いてみて、私のお母様の写真をいただいたんですが、そうなくしてしまったの。なので、その写真を実は探しているので、見つけた方がいたら、もうください。うん。その写真っていうのは、これのことかい？あ、これで。うん。私のお母様、唯一の、そこなのに。そうだね。じゃあ、この写真は、大事に持っておくんだよ。ありがとう。ありがとう。
つぐみお父様。うん。そうね。みんなが聞きたいのは、うん、その母親のことをなんじゃないかな。そうだよ。うん。誰なんだろう。確かに、うん、俺は桜花の血のつながった実の父親じゃない、うんうん、で母親の名前がもしかしたらそのセリーって方なのかもしれない。なるほど。ってことかな。俺は孤児院でたまたま大きなことを見つけたから。なるほど。うん。そうだな。うん？なんだ？ちょっと。うん。ね、もみじさんの部屋をちょっと探してたんですけど。うん。絶対ここしますよ。スカートの裾に少しだけ赤いものが付着しているって書いてあるんですけど、うん、何がついたのかなって思って。分からないですね。なんだろう。知らない間につきますとか。いつついたんだろう、うん、ちょっと待ってくださいね。うんうん、うん、まあ、その思い出しましたか。いや、いや違いました。知らない間についた。そうですね、うん、知らない間についてましたね。まあ、でも血じゃなくてもう一個ちょっと開けてもいいですか。はい、いいよ、どうぞ。椿さんの部屋をやってるとなんかワインが出てきたんですよ。あ、どうですか。だからもしかしたらワインがついちゃったのかも。ってことは椿さんの部屋に行ってたってことになりますか。でないと思う。私がいない間に。うん、うん、でも分かんなくなってきた。部屋に基本的にはいたので、うんうん、入ってはないですね。うん、全部情報出しちゃった。どうか正直だな。もみじさんの持ち物ですけど、うん、綺麗な状態のナイフがありました。ナイフ？ちょっと待ってください。もみじさん？待ってください。でも綺麗な状態なので。まあそうですよね。使ってなさそうですか？お見舞いとかで。うん、ああ、よくリンゴとかメロンとか切りますもんね。やるやる。皆さんに。フルーツを切るためのナイフなので、うん、でも厨房に行けば刃物はありませんか。うん、やはり手に馴染んだものの方が。よく使ってらっしゃるんですね。慣れないものだと手を切ってしまうかもしれないね。うん、そうですね。もみぎさんが作ってくれるうさぎさんリンゴ大好きですよ。ありがとう。そう、いつもうさぎさんリンゴを作ると喜んでくれるから、うん、おかちゃん、うん、おかはリンゴが好きだからね。そうなんですね。好きですよ。そう、気になってること聞いてもいいか、東郷。大丈夫ですよ。東郷は
火葬病をパンチしたのかい？お、そうですよ。さっき先生が、うん、言ってたけど、僕が世界で一番早く、あ、一番最初に治ったらしい、うん、でなんか発表するって言った。で実際体ももうバンバン良くて、うん、もう走り回っちゃうぐらい、もう、うん、最高だね。そうだね、よかった。それはよかったんだが、うん、手術した時の記憶って残ってるかい？あー、ありますよ。どんな手術をしたかって覚えてるかい？ちょっと思い出すね。うん。先生が、その、梅崎先生が手術してくれたんだけど、うん。まあなんか、されるがまま麻酔にやられたらいつの間にか治ってて、うん。で、治ったぞーってなったら、なんか左胸のあたりがなんかすごく痛かったんだよ。左胸、うん、なんか痛いけど、なんかみんな喜んでるし、モミさんもすごい喜んでくれたから僕はちょっと嬉しかった。うん、他に変わったことってなかったですか？他か、痛みがあったっけですかね。痛みがあったぐらいかな。でも椿さんがちょっと最近冷たく感じる。そうですか。うん、そうなのかい椿さん。私は今まで通りでしていると思うけど、うん、そうか、思春期だからね。そう思っちゃうの仕方ないのかもしれない。うん、はい、お時間となりました。では第3操作のフェーズになります。岡から順番に1枚ずつ取っていってください。うん、でも私は気になるから取りますわ。現場、あ、うん、では東郷。じゃあどうしようかな。キコミさんのあらかな。次にキコミ。そうだな、椿さんのいただきます。次にモミジ。じゃあ私はトウくん。最後に椿。じゃあモビーさんの。はい、それでは全体会議3になります。もしかしたら最後の議論の場になるかもしれません。20分間の話し合いよろしくお願いします。ではどうぞ。もみじさんのものから東郷さんに似た人の写真でもなんか違うみたいですが、ありましたね。これは兄の写真ですね。兄の写真、ちょっとなんか、ま、なんで似てるのか私もわからないんですけど、戦時中に亡くなった兄がいて、なんとなく東郷さんとどこか東郷くんです、似てる気がして。じゃあ私も椿さんの部屋のものを、先ほどのものですが、なんか診断書が、うん、何か体のどこかが悪かったんですか椿さん。悪かったわけではないですけど、
委員長に一応体を見てもらった時のものでしょうか、それ。うん。何かご病気だったわけではないんですね。ではなかったです。うん。うん、そうだな、ちょっと聞きたい、あ、いや、うん、宝吾の部屋から、はい、彫刻刀が出てきたんだけど、趣味で使ってるものなのかもしれないんだけど、血がついてるんだよ。なんか怪我した？彫刻刀触ってる時。そしたら多分これ東郷くんの左手の甲に包帯が巻かれてるのをさっき見たんです。うん、そうかもしれないですね。そう、ちょっとね、夜に作業しててさ、うんうん、そう、なんかあるものを作ってたんだけど、うん、そのあるものも多分これかもしれない紅葉さんすごいですね。なんか木の輪っかみたいな、うん、それそう、ちょそれすごく大切なものというか、ちょっと作り込んでるものだから、ちょっと僕欲しいな全然大丈夫、作り込ん、そうです、じゃあ怪我までしてちょっと、うんうん、ありがとう、この血も当然僕のだから、うん、あとこの、うんうん、あ、この怪我は、うんうん、自分で包帯巻いたの？そうだね、ちょっとバレたくないからちょっと、うん、当然包帯巻けるんだね。そう、当然その、うん、この木の輪っかを完成させたいから彫刻刀ももらっていいですか？うん、彫刻刀の誘拐うん、それちょっとそれないとついできないから、ちょっと欲しいな。この血は、うん、東郷くんので間違いないかい？もちろんもちろん、うんうん、だってほら僕先生の部屋の鍵、うん、唯一持ってない人だから、うん、できないよ。うん、まあでも、うん、岡が鍵をもらったように君も鍵をもらう可能性はあるよね。もうさすがに岡ちゃんにあげてたらね、スペアもないだろうし、うん、まあないよ、うんうん、まあじゃああげようか。本当ありがとう。うん、あと、うん、治療をするときに診断診察室行かなかったかい君？どうか診察室、うん、自室でそのまま怪我の治療しようにもね、包帯とかそんな部屋にあるものでもないだろうし、うん、と思い出すね。うん、あ、先喋ってても大丈夫だよ。うん、うん、いや、うん、ごめん、やっぱ自分の部屋でやってたわ。うん、うん、うん、大丈夫、それでそんな血は出たけど、そんな大した傷じゃない。大丈夫、大丈夫。さっき、きこみ先生の部屋調べてたんだけど、うん。これ、なんかさ、手紙が出てきてさ。うん、ああ。で、なんか、子供を頼みますって書いてあったから。うん。ちょっと昔の恩人からもらった手紙だね。なるほど。うん。ちょっとそれ大事なものだから。ああ。返してくれるか。ああ、もちろんもちろん。はいはい。ああ、ありがとう。どうぞどうぞ。ああ、ありがとう。もしかしてそこの子供を頼みますの子側は私？まあこれは、うん、そうだね、大川の母親からもらった手紙だね。なるほど。あ
椿さんにお願いしたいんですけど、はい、そのハンカチいただけないですかこのハンカチ、でもこれ追求されるかなと思ったんですけど、うんうん、私の名字何も思わないですかね、かと、まあ、別にいいんですけど、確かに明らかに、うん、ああごめんなさい、隠さないでくださいじゃあ返しておきますね。でも ST か。ああ。先ほどちょっと展示中に亡くなった兄がいる。ああ、そうですね。したと思うんですが、おそらくこれは兄の形見ではないかと。ってことは。椿さんのお姉さんと、うん、もみじさんのお兄さんの間に子供がいるって考えたら、それは東郷くんの可能性は考えられないかい？顔も、でも、不器用なほどに似てる。僕のお父さんとお母さんは戦争で死んじゃった。え？もみじさんのお兄さんも戦争で亡くなったんじゃないかい？そうですね、戦時中に、うん、えっえ、うん、あれもしかしてお父さんとお母さんの記憶はあるんですか、うん、東郷くん。いや、ない、なんか不思議とないですね。うん、ご自身の名字も思い出せない笑うことかい？なるほど、うん、そっか。まあ私から俺から一つ情報を出すとしたら、椿さんの部屋に記事の束があって、17年前から現在までの、ああ17年前から現在までのに関する仮想病に関する記事の束があって、その記事の全部に片隅に花が描かれていて、素晴らしい、美しいなどのメモがあるんだけど、椿さん、これ仮想病患者に咲いた花の花を美しいって言ってるわけじゃないですよね。そうですね、私花が好きなので、うん、花反対を見て綺麗だなと思ったので。お、よかった、やばい人かと思った。さすがにこれはそうですよ、さすがにね。でも仮想病の記事の片隅に花を描くってかなりディープな問題だと思うんだけど。そうです、やばい、うん、うん、東郷くんが拾ったハンカチの TS は、もみじさんが、のお兄さんの形見ってことで合ってますか？おそらくそうじゃないかと、古びてるっていうのと。うん、え、これは、もみじさんがもともと持ってたハンカチですか？それはちょっと言えないですね。言えない？うん。誰かが持ってて、そりゃ、イケメンの、うん、まあ、親族のものだから、今いただきたいっていう、どうですか？そうですね、はい。でも、もみじ、あ、はい、どうぞ。あ、大丈夫ですよ。ああ、すいません。東郷くんが、うん、その、息子だとしたら、何か他に、はい、あ、でも東郷くんの持ち物はもうこれが全てなんですね。そうなんですよ。で、東郷くんが持ってたものではないということです。そう、ハンカチは拾ったものですね。誰かが落としたんでしょうけど、ちょっとわかんない。なるほど。あと、大花ちゃんが調べてた現場情報も知りたいな。
うん。うん。はい。なんか何か分かった。謎？委員長室の丘のクレー付近にある、ユリのシュワーが自然に髪の下で途切れて落ちてるってことを、私が見つけた秘密の部屋同様、多分秘密の部屋通路的なのがあるのかなって。うん。ってことは、オーカが聞いた不自然な音は秘密の部屋の扉を開けた音の可能性は高くないかい？確かに。多分、私が、私が音を聞いた後に、誰かが足音が、小さくなっていってるから、もうトロフィーが何かで、叩いちゃった後に、まあ、そこの通路を通って逃げてったのかも。なんか。それって何時頃か覚えてる？音は何時頃か覚えてないんだよね、音か。覚えてない。何時頃と何時頃の間にあるかっていうのは分かる？それも分からない。分からない。分からない。うん。私が寝ちゃった後に起きて、おじい様が血を流して見てしまった、その間の出来事なので。うん。その後は、まあ、みんなの知った中に、気絶してしまって。気づいたらみんなも、まあ、前で倒れてたので。うん。時間があったかわからない。うん。オーカちゃんは、部屋を出た後に気絶したってことでいいのかな？多分、私はおじい様の、見ちゃって、目の前がガワンってなってからの記憶がないので、多分出てないとは思うけど、みんなが見つけたのって部屋の前だよね。うん。だから私すごく不思議に思ってるの。なんで？そのままふらふらと出たのか、うん。うん。倒れてる私を誰かが、部屋の前まで持ってってるか。うん。うん、そうだね、部屋から出てるもんね。あ、もみじさんは、東郷くんの手術の時は、いたんですか、はい、手術室に。手術室に、手術のタイミングでいたかどうかは、いたじゃない？目が覚めた時にいたのは覚えてるんですけど、あ、そうかそうか、うん、手術の時に、うんうん、あ、そう、知らない間に梅崎先生が東郷くんの手術をしたみたいで、うん、で、その東郷くんの病室に行って、うん、ちょっとこのまま目が覚めなかったらどうしようかなと思ってたら、東郷くんが目を開けたっていう感じなので、うん、手術には立ち会ってないですね。うん。はい。梅崎先生の遺体の状況で、頭部と腹部から出血していて、頭部はトロフィーが、うん、まあ、そうかなって思うんですけど、腹部の出血のものってないですよ。まあ、ない、そのナイフ、私の、うん、このままでは私のナイフに。まあ、彫刻刀もありえるよね。ああ、そうですね。でも、この2つだけか。一応可能性だけでは、私は、菊梅パパの、医療道具の可能性としてはあるかな？今は、俺は医者だからね、持っていても、不思議ではないが。
クオミさんのオカちゃんの持ち物は見せていただけるか。これ見せていいのかな。これオカの私物だから。私は見ても大丈夫なの？確認させてもいいかい？じゃあ私はここにするね。なんかやばいもんなのか。そんなことない。あ、カボ、それは公開しても大丈夫かな？大丈夫かい？私から公開しろ。じゃあ、大川が開けてくれ。じゃあ、私が開けようか。はい。あ、開けちゃった。開けちゃった。大川のワンピースに、そう、ワンピース。右袖に血がついてるんだけど、大川、怪我でもしたかね？多分、私は、おじい様が血を流してるのを見てしまって、そのまま倒れ込んだ時に、多分血がついたのかなって。ってなると、誰もが私を部屋の前まで運んでるっていうことになるんですが。誰が運んでるの？運ぶ理由も、なぜ運んだのかも、わからないですね。針にだよ。左袖に血がつくってことは、もし誰かが運んだ際に血がついた場合、左手に血がついてることにならないかい？右がちょっと本人側か相手から見てかわからないんだけど。なるか？右袖だとは思うんですけど。口から見た時の右についてったら左手に血がついていることになるんだけど、東郷左手怪我してたよね。左手だっけ？包帯巻いてるのは左手の甲だけどね、手のひらじゃないから。そうだね。あ、でもこれはもしかしてそんなコスニが彫刻刀、でもね、俺も彫刻刀小学生の頃にやったことあるけど、頬に血がつくことなの、頬を怪我することってなかったと思うんだけど。もうやるなら珍しくないかい？そうだよね、指だよ。しかも僕右利きだし。あ、右で彫刻刀で透かして左手に当たったとしても、頬ってなかなか怪我しなくないかい？あ、いやでも集中してたからなんか、わかんない、滑っちゃったかな、振り回してたのわかんない。はい、お時間となりました。今回ハテナハテナハテナがありますね。はい、なんだ。石堂は気がつく。委員長室の奥の壁付近にある百合の押し花だが、自然に壁の下で途切れて落ちていることに。そしておもむろに誰かは百合の押し花が途切れている壁に手をついた。ごとり。そんな音を立てて壁が回転する。隠し通路だ。その中で皆思い思いに目のついたものを見やる。ここ掘りは盤面上が少し変わっていますね。まだ調査ができるようです。ここから第4操作フェーズに入ります。5、4、3、2、1の順番でカードを取得してください。今回で言うと椿さんからですね。カード取得の順番に、カードの取得に順番は今回はありません。好きな英語のカードを取っていってください。では椿さんからどうぞ。では英語見させていただきますわ。では次は私です。じゃあ C を
次はゾミさんですね。これは D を。東郷さん。じゃあ B もらおうかな。最後に O か。まあ私は残った B です。はい、それでは最終会議となります。こちらが皆さんでお話しする本当に最後の時間です。15分の話し合い、よろしくお願いします。ではどうぞ。皆さん、いい情報がありますよ。どうした、どうぞ。凶器を発見しましたよ。アイユー、アイユーちゃんは、アイユつばきさん、つばきさんのお姉さんのイニシャルじゃないですか？ユリ高野さん。あ、え、アイ。あ、アイか。違うじゃないですか。梅、梅崎一郎のあの院長の。ああ。ああ。ナイフだよ。本当だ。院長のナイフを使ったと。だということです。うん。私もなんかちょっと全然よくわからないので失敗していいですか、はい、薬がありました。薬あんまり、これは木久扇先生はご存知ですか？私は知らない薬だね。私も知らないですね。から私から現場の状況を たくさんのお仕事が削断してましたわ。うん、指令を様々でしたけど、ここうん、また大きな全すべてを花咲かせてる状態でたくさん落ちて、その経路の先に一階に続く落下線階段がありましたわ。うん。みんな聞きたいんだけど、うん、21時ごろ、21時前ぐらい何してた？9時前。私は先ほど言ったように、うん、考え事を。部屋で部屋で僕も部屋にいたので、僕も彫刻刀で作業してた。うん、つばきさんは？そうですね、ちょっと言うか迷ったんですけど、はい、言ってしまいますね。あの、はい、私梅崎先生にワインを持ってくるように言われておりまして、はい、20時半頃に先生の部屋に入ったんですよ。はいはいはい。その時すでに頭から血を流した先生と大岡さんが倒れていました。なぜその頃私たちを呼ばなかったんですか？あの、先生が助けてとおっしゃったんで、まあ、助けなければと思って助けようとしたんですが、その時に先生が大岡さんを見てすごくなんか本人を目の前にして言うのはちょっと申し訳ないのですが、では言わなくていい、大丈夫です、と暴言を吐いてしまって、あの、机にそのような言葉を聞かせるな。あの、机の上にあったペーパーナイフで切りつけようとしてたので、と危ないと思って大岡さんを廊下に連れ出したのが私です、うん、でも私ちょっとその時に足を切ったようで運ぶのが難しくて、そのままそこに大岡さんを置いてしまって他の人にも知らせなきゃとは思ったんですが、といろいろありまして自分の部屋でに戻ったらちょっと疲れて寝てしまっておりまして。なるほど。で、木久扇さんが来た時に私起きて、うん、まだ
桜花さんを見つけてないんだと思ってちょっと誘導はしたんですけども。あ、それでそうですね、3階の方に行っていただくように。桜花さん、あ、じゃない、桜花さんじゃない、椿さんはそのまま部屋に戻ったってことですね。そうです、その色々あってっていうのは、鍵もかけていたんですけど、うん、ちょっと自分も混乱したりしてちょっと呼べなくて申し訳ないです、うん。じゃあこのペーパーナイフに血が付着してるっていうのは梅崎先生が握ったからっていうことなんですか？可能性はありますね。そのまま先生を刺したりしてないよね。はしてないですけど、そのまま大岡さんを助けるのに必死だったので。うん、なるほど。じゃあ誰がトロフィーで殴ったの？うん、その前の出来事ということで、そうです、20時半に行ったらそういう状況だったので。うん、20時半の前は皆さん何してます？俺は19時半から20時半までずっと部屋で医学書を読んでいたんですけど、その間にガタンっていう物音を聞いたんですよ。まあ、気のせいかもしれないんですけど、ガタンっていう物音を聞いた気がするんですけど、おそらく回転扉が開いた音なんじゃないって言ってるんですけど。それは何時頃か分かりますか？いや、集中してたんで、何時って時間は分からないんですけど、半か、19時半から20時半までの1時間何してたか。まあ、東郷くん何してた？東郷何してた？僕はね、彫刻と彫ってたかい？19時半から、うん、何時ぐらいだろう、20時15分頃に東郷さん自室へ戻られるって。そうそう、それぐらいまではずっとそのお手伝いしてた。はい、うん、なるほど。うん、さんは、私は本当に自分のアリバイを証明するものがなくて、あ、僕も同じだね。部屋で医学書読んでたから。考え事を。うん。まあ、その、兄の話をしたと思うんですけど、うん、まあ、兄が一番最初の仮想病患者ということで、うん、で、東郷くんの完治の話もあったので、本当に完治したのかっていう、そのことを、なんだかずっと考えてしまっていたんです。で、時間がどれだけ経ったかは全く覚えてなくて、その途中に東郷くんからノックをされた。その時私ちょっとびっくりしてひえみたいな声出したんですけど、めっちゃなんか顔色悪くてどうしたんだろうって思って、その時はそのやっぱりちょっと東郷くんにどんな顔をし合えばいいかがなんか分からなくて、そうだ、なのでずっと部屋にいたのであまりそれを証明することはできないですね。東郷くんと椿さんは15分までは一緒にいたってことですね。21時15分になる。はい。でも、なんだろう。1階から、その、隠し通路を使って、どうなんだろう、来たのかな。で、ちなみに、クオミさんと椿さんの隠し通路の情報っていうのは、うん、聞いたお伺いしてもいいですか？
じゃあ私から言います。医学書が落ちてました。なんか心臓移植をすることで完治するという記載がありましたね、うん、やはりそうだった、うん、マジかよ。それで心臓移植されたの。え、じゃあ僕の、うん、誰あどの誰の僕の心臓ってこれ誰の誰の確か、うん、と私もそのスペアってことでしたのね。ちょっと見せるわけにはいかない。それはその大岡さんのためですか。言えない。それも言えない。それはその僕らのためですか。それも言えない。あれどうしよう。すまないが目をつぶってくれるとありがたい。うん、なんか辛い話なんだ。私が持っている薬は、これは何の薬なんでしょう。大川はびっくりして眠っちゃったもんね。びっくりして気絶しちゃったもんね。びっくりして気絶して、うん、さっきさんにお姫様がこされて運ばれますわ。椿さんが、梅崎先生が、ペーパーナイフで桜花ちゃんをなんか痛めつけようとしたみたいなお話あったと思うんですけど、はい、それの理由は想像はつくんですか。もし今のお話で桜花ちゃんがその心臓のスペアだったとしたら、東郷くんが成功した以上別にもうそんな傷つける必要とかはないと思うんです。なんでそんな、なんだろう、嫌われてたの。私はもともとフィオって言われてたみたいですからね。フィオってね、そのあいつはセリの娘とも聞こえたんで、おそらくそのセリっていう方に何かあった方かなって思いますね。私はきっと多分、まあ、もう聞く上にお父様のその情報は多分そう、私のお母様についてだと思いますわ。ちなみに私のお母様の名前は何ておっしゃいますの。俺に聞いてるのかい。はい、地球にお父様に聞いていますわ。お友達だったんですよね。この事件が終われば他にちゃんと全部話すよ。許してくれ、オーカ。わ、わかりましたわ。けど絶対に話してくださいね。うん、約束するよ。先生は過疎病の患者を集めてお芝居を作られていたんでしょうか。あ、そういうことか。え、やばい人じゃん。
やばい先生だったんでしょうマジか。でもなんでもそうなんだ。えなら僕のこと直さなくてもよかった。うん、そうだよね。なぜ直す必要があったのかというのが気になるね。成功者としてのメッセージかもしれない。なんかそんな感じ、先生はそんな感じですね。トバキさんが先生の部屋に入ったのは45分頃でしたっけ？半でしたっけ？半ですよね。30分頃ですね。うん。お時間となりました。では推理発表のフェーズに入ります。時間は1人1分ですが、まあ、特に時間はお計りしません。推理発表した犯人と投票先がもし異なっていても構いませんのでよろしくお願いいたします。では岡からよろしくお願いします。他の方はミュートでお願いします。では推理ということも多くはないですが、私は正直迷ってます。なってるっていうのはまあ、じゃあ先ほどのキ君か、まあ、お父様が私に話してくださらないた内容は、まあ、私のその知ってほしくない情報なのかなっていうのと、そうなると、まあ、どうしても今の話題や何も出てこない私のお母様の関連の相互なのかなっていうふうに思ってますわ。まあ、結構、まあ、自分が、まあ、自分がお父様に愛されてるっていうこと前提にはなりますが、まあ、私は多分ステアっていうのは、多分、まあ、心臓移植をして、まあ、完治したっていう、まあ、名声をお父様が、まあ、作るための、多分、スピアなのかなって思っていて、それを、まあ、まあ、やめさせるためにっていうためで、まあ、あとは、私に対する、その、バリゾー君を、その、隠しツイルの中から聞いてて、バトブリッジが登って、刺しちゃったのかなっていうのが、まあ、一つ目の考えで、二つ目が、つむきさんが、診断書受けてるってのと、薬っていうのが、もし多分、つむきさんも、なのかなっていうふうに思っているところもあって、トーゴさんが、まあ、治ったっていうことは、多分誰がどう、まあ、心臓を、まあ、誰かの心臓を移植してる、もしくは心臓を交換してるんじゃないかなって思ってて、その交換先がつばきさんであって、つばきさんが、トーゴさんの心臓を移植されて、そこから、仮想病が発症したんじゃないかなって、ちょっと、思ったりもしてます。なので、私も、迷ってます。以上よ。はい、ありがとうございました。では次に東郷、よろしくお願いします。はい。まだあんまり絞れてないんですけど、現状怪しいかなって思ってるのは、ゴミさんと椿さん。ゴミさんの方は、まあ、動機はさっき岡さんが言ってた通り、その娘を守るため的な、ことかなと思ってます。椿さんはその、どうなんだろう、隠し通路とかを使って僕が洗い物とか手伝ってた後に隠し通路とか使って殴りにたのかなとかちょっと思ってます。正直全然分かってないですね。すいません、どっちかまだ絞れてないので皆さんを聞いてからにします。すいません、お願いします。
はい、では次に聞くおみよろしくお願いします。うん俺が犯人ではないかなと思ってるのはもみじさんです。まあ、なんで怪しい、なんでもみじさんが怪しいかっていうと、まあ、まずおそらくですけど、もみじさんは東吾が兄の息子だってことを知っていたんじゃないかなって思ってて、でその理由がこの写真を持っていることで、で東吾に似ているけど違う青年で、この青年が兄であることも東吾と似ていることも分かっているから、実のっていうかいとこにあたる関係じゃないかなと思います。でそれがなんで、動機になるかっていうと、通常心臓移植ってものは血液型が一致していないとうまくいく可能性が低いので、でこの血液型一致って考えると、まあ血の薄くとも血のつながっているもみじさんと椿さんがいとこの関係になるので、この2人が心臓移植された可能性が高いじゃないかなと思ってます。で僕が俺が部屋でガタンと音聞いたのは、おそらく20時15分、まあ記憶にないんですけど、おそらく20時15分頃で、その時に扉が開いて、まあ、降りたか、まあなんか、トロフィーで殴ったかをして、ちょっと待ってくださいね。でも。椿さんが45分頃に帰ったとしたら、俺が9時頃に玄関ホールで人影のようなものを見たって言ったんですけど、これがおそらくですけど降りてきた人だと考えた時に、椿さんが降りた時間って考えると妥当かなと思いますね。でもすいません、俺的には殺した後に玄関ホールに行って2階に行って椅子にもみじさんが戻るっていうルートをたどると、空き部屋にハンカチが落ちるっていうルートも確保できるので、ちょっと時系列はうまく定まってないんですけど、殺した後に自分の部屋に戻ったんじゃないかなと、もみじさんが。で、その殺した時にハンカチを、兄の形見であるハンカチを取って、で、まあ、もみじさんの心臓が、東吾くんのと交換してあるのではないかな。ごめんなさい、ちょっと長くなるんですけど、椿さんが東吾くんと交換してたら、診療所で火葬病の移植されたやつが人の火葬病の進行を見てもらった可能性と、あと薬が火葬病を遅延する薬をもらってたっていう可能性もあるんで、どっかですね。ごめんなさい、決めきれないです。すいません。ちょっとなるほど。はい、ではもみじさんよろしくお願いします。はい、私はアリバイのないクオミさんが先ほどオオカちゃんを助けた椿さんかなと思っていて、
でもどちらかというと菊尾美さんかなって少し思っています。まあ、菊尾美さん足が悪いので走ることはできないと思うんですけれども、隔室通路を行けば比較的スムーズに院長室に行けるんではないかなと思っています。で、この薬については私も皆さんの意見を聞いてそうかもなと思ったんですが、椿さんが、まあ、ちょっと心臓を移植したかどうかはわからないんですが、椿さんがこの診断書を受けてるっていうことは仮想病になってしまって、そのお薬をもらってるんじゃないかと思うんですけど、まあ、この薬が転がった時は先ほどの話が出たその時に転がったのかなと思うので、まあ犯行としてはできるんですが、ちょっと動機としてはっきりとわからないところがあったので、大花ちゃんを守ろうとして菊尾美さんがっていう方が、スムーズというか分かりやすいのかなと思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございました。では最後に椿、よろしくお願いします。はい、そうですね、私は菊尾美さんかもみじさんが怪しいかなと思っています。東郷さんはやっぱり、20時15分まで一緒にいて、さすがに15分でどうこうできるとは思えないので、まあ行動が曖昧だったもみじさんが怪しいなと思ってました。あと、まあ大花さんが言うように菊尾美さんも動機としてはありそうだなという考えがあります。あと東郷さんの手術に関してですが、心臓手術であれば多分覚えていると思うんですけど、私手術とかした記憶が全然ないです。なので多分違う人の心臓だとは思います。そうですね、まあまだどちらかが怪しいとは思うんですけど、まだ分かってない状態です。以上です。はい、ありがとうございました。では投票フェーズとなります。投票は1回のみで、決選投票は行えません。真犯人とそうでない人が同票になった場合、その場合は真犯人エンドが適用されます。皆さんの投票にチェックつけていきますので少々お待ちください。はい、処理終わりましたので、ここから、エンディングの方に移らせていただきます。投票の末、最多得票になった菊尾美を警察に引き渡すこととなった。字の文は最多得票キャラが読み上げてください。今回はそうですね、大花、もみじ、椿の出番があるので、キャラクターのセリフ文では読み上げのご協力よろしくお願いいたします。やはり俺は一人では何もできない人間だった。大花を助ける、そんな一縷の望みでさえ叶えることはできなかった。違う、違うわ。大花が俺にしがみついて言う。菊尾のお父様はそんなことしない。菊尾お父様は優しいお父様よ。そんなことできっこない。ああ、かわいい大花、でもこれじゃダメだ。俺個人の恨みでね、どうしても梅崎先生を許せなかったんだ。俺はしがみついてきた大花を突き放した、言い返した。跳ね飛ばされた大花は椿さんに受け止められる。大花は何が起こったのかわからないような顔をしていたが、次第に顔を歪ませて泣き始めた。椿さんは優しく大花を抱きしめてくれていた。大丈夫、大花には俺の他にも守ってくれる人がいる。傍らで東郷がもみじさんを自らの背にかばっていた。どうか東郷、
お前も大人になったな。そんな光景を見ていたら、なんだかふと笑いが出てしまった。東郷は不審に思ったのか、もみじさんをもっと背中に隠す。大丈夫、何もしないさ。はい、ありがとうございました。続いて今回は追加エンディングがございます。自動文は1ページ目は聞く読み、2ページ目は大岡が読み上げてください。今回全員の出番があるので、キャラクターのセリフ部分では読み上げの ご協力よろしくお願いいたします。俺は隠し持っていた麻酔を大岡に打つ。聞く読み、お父様。大岡は困惑した様子で目を見開いたが、一瞬にして深い眠りに落ちる。もみじさんはその光景に短い悲鳴を上げ、椿さんも唖然としている。福尾さん、大岡に何を。安心しろ、ただの麻酔だ。なんで大岡ちゃんにそんなことを。手術をするためだ。今、なんと。俺は大岡の意識がないことを確認して言う。梅崎一郎の心臓を摘出する。一同は息を呑む。仮想病を感知させる方法は心臓移植だ。だから適合率の高い実の父親梅崎一郎の心臓を大岡に移植する。移植用に摘出するには時間がない。早く。俺が叫ぶと、事態を飲み込んだもみじさんがハッとして動き始めた。数日後、大子が目を覚ますと、慣れない天井があったわ。あと、右の手がとても暖かくて、見てると、もみじさんが大子の手を握ってくれたの。お、みじさん。大子が声を振り絞ると、もみじさんは、大子ちゃん、と泣きながら返事してくれたわ。その隣には東郷が、スラクさんもいる。でもどうしてかしら、いつもより静か見える視界に気候にお父様の姿はなかった。はい、ありがとうございます。続いて特別エンディングがございます。字の文からすべて東郷が読み上げてください。特別エンディング、やっと思い出の完成させた指輪、結局もみじをかたどることはだったはず、すいません、結局もみじをかたどるはずだった部分をなくしてシンプルな指輪に仕上げた。大岡の作った梅の切り花を笑えないぐらい歪になってしまったけれども、これが今僕のできる精一杯だと認めることにした。僕は深く深呼吸をする。そして愛しい人の名前を呼んだ。もみじさん、これを受け取ってもらえるだろうか。一人の男として見てもらえるだろうか。そんな不安もよぎるけど、僕は気持ちを言葉にした。僕と家族になってもらえませんか。マダーミステリー仮想病、これにて閉幕です。皆さんお疲れ様でした。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 した。いやー、よかったです。というかうまかったです。皆さんまだわからないと思います、犯人。わかんない。とっても上手でしたね。合ってません。心臓移植は合ってますね。あ、そうですね。はい、犯人は間違ってます。そっちやんな。犯人、誰も会ってませんね。マジか。はい、上手でした、椿さん。うまかった。いや、そうですよね。あ、椿さん、やっぱ上手でした。はい、いや、ではここから解説の方に移らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい。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 どうしよう、ちょっと、いい音楽にしようかな。どうしよう。これか。おはい。では、解説の方に移らせていただきます。これじゃねえや。今回の犯人はメイドの高梨椿になります。彼女は火葬病狂信者であり、大川を愚弄された上、梅崎一郎さえいなくなれば火葬病は治せないという動機から犯行に及んでいます。最初の時点では狂気となりうる、あ、ごめんなさい、大丈夫ですか。はい、すいません。はい、すいません。最初の時点では狂気となりうるものを持っている人が3人いるので、ここで絞り込むことが難しいと思います。ペーパーナイフと、東吾の持ってる彫刻刀と、あとあれですね、もみじさんが持ってた綺麗なナイフの3つあるので、ここで絞り込むのは難しいです。会議中に隠し通路の存在に気づけるかどうかに関わっています。ハテナハテナハテナの解放条件は、会議中に隠し通路とか隠し部屋とか、こっちなんかあるんじゃないのみたいな、なんか奥に部屋あるよねみたいな言葉があるかどうかで変わってきます。隠し通路に関する情報を持っているのは大川と椿なので、大川がどこまで情報を開示できるかにも関わっています。大川さんもなんかハンドアウト読み込み時点でも隠し部屋の存在に気づいててすごいなと思いました。はい。椿は凶器を捨てた場所でもあるので、隠し通路についての情報を開示するのは難しいと思われます。隠し通路までたどり着くことができたら誰が犯人かになりますね。まず一番有力な情報を持っているのは菊臣になります。菊臣は21時に玄関ホールで人影を見ていますね。はい、はい、それは隠し通路からできた犯人の姿です。はい。まず椿が持っているワインは何のために用意したものなのか、そしてなぜ大川と椿が狂気足りうるものを持っていないのか、こちらの違和感に気づいていただけたらなと思います。隠し通路が開示されていなくても、椿はお花が好きであること、椿の持っている生地の束に書かれたさまざまな花の絵や素晴らしい美しいというメモがある。あと冒頭の共通情報にあった火葬病を狂気じみた考えを持って崇める人が存在しているという情報を踏まえて、椿の狂気者に気づいていただけるのではないでしょうか、ということですね。解説のチャンネルを皆さんにお開きしますね。よいしょ。時系列も結構大事になってきます。時系列の PDF が、6番かな、6番のやつが時系列の PDF で表になって分かりやすくまとめられてるんですけど、そうですね、まず大川が院長室の鍵を盗みます。聞くように鍵持ってたんですけど、鍵盗んでますね、大川が。はい。で、まあ、悪いことして悪いことしちゃった。はい、そうなんですよ。はい、それで鍵盗んで院長室に忍び込んで、まあ、プレゼント渡すためですね、飲み込んで、まあ、眠くなっちゃいます。でそこになんか、まあ、眠くなっちゃった場所が隠し部屋だったんですけど、そこで、まあ、隠れてたのでね、その院長室で。ちょうど目を覚ましたらなんか声が聞こえます。それはもみじと先生が口論してた、声ですね。何だったっけ、どんな口論してたんでしたっけ、もみじさん。あれですね、私の婚約者をなんか肩書きのために使ったとか、そういう話ですね。はい、そうですね。ST と言ってた、兄と言ってた人、実はもみじさんの婚約者です。はい、婚約者なんですよね。うわ、はい、それで、おいはい、まあ火葬病の患者だったんですが、これはこれはどこを見れば一番わかりやすく説明できるかな、ちょっと待ってくださいね。人員の資料が、これかな、これじゃねえや、どこにいたか忘れたのでちょっと思い出して話します。まあまあ
婚約者が花粉病患者だったんですが、鼻なんだったっけ、なんかすごい夢詐欺一郎がクズなんですよね。そうですね、はい、毒図でして、あの装病の花、まあ、発見したってだけでなんか有名になっちゃったんですけど彼、うん、なんかそれでちょっと待ってくださいね、どこに書いてあったんだっけな、なんか第一人者っていう肩書きに役に立ってくれたみたいな話と、それでなんかあのそもそも花が咲いてなかったんですよね、死んだ時に。花は咲いてないから、いや本当に花粉病だったのかっていう風にずっと問い合わせをしてたんですよ、梅詐欺先生に、うんうん、だからなんかすごい何もか何なんかやっぱあの婚約者かみたいに言われて、梅詐欺先生にもう知りたい知りたいってそればっかりで、もうただ受け身なお前はなんかクズだみたいな、なんかひどいなんかデモンだ、待ってるだけ待ってるだけのみたいな感じで言われて、それでちょっとえこの人胴体気づいてたんだって思ってたら、その婚約者は肩書きをくれたから、まああいつは役に立ったよみたいな言い草だったんで、なんだこいつって思って、その後に東郷くんも婚約者に似てるからすごい気にかけてたら、まあ東郷も役に立ったみたいな、なんかそのそんな感じの言い分だったんで、マジかよ、腹立って殴っちゃったってこと、殴っちゃった、殴っちゃったほど殴っちゃうあのトロフィーの角でガツンと切ってるので、はい、かなり痛かったんでしょうね、気絶してますね、なるほど、文字石さんだ、はい、殴ってはいます、ただ殴っただけなんです、そう、何個だろう、何個だろうね、これ、いや、まあ言えないっすよね、いやでもなんか結構最後まで私殺したか分かってなくて、あーもしかしたら死んでたかもみたいな、死んでたかもっていうので、あと椿さんの話を聞いた時も生きてたって言ったけど、その後出血多量で死んだってなったら私のせいではとか、何かそうなんですね、モリさんは、自分が犯人かどうかが定かではないです、実は始まった時には、あーなるほど、殴って帰ってきてるんで、はい、定かではないです、今探したんですけどちょっと Q&A が見つからなかったので、過去の配信からちょっと自分の前回の回したのはあったんで、ちょっとそこから引っ張っていきます、うん、そうですね、まあ、ちょっと続けます。 Q&A です、院長室の床で途切れていたユリの花は何だったのかっていうのことなんですが、もみじの婚約者である佐伯東也が死に際に咲かせた花を梅崎一郎が押し花にしコレクションしていました。ユリの花の、はい、はてなはてなはてながあった場合、散乱していた押し花は今まで梅崎一郎が見てきた花粉病患者のものになっております。はい、でもう一つ、大川はなぜ東郷に比べ病気の進行が深刻なのに動けるのか、不思議ですよね、不思議、花粉病の進行にも個体差があります。後天性の東郷に比べ先天性の大川は生まれた時から専用の治療を受けてきました。そのため花粉病に対するある程度の耐性みたいなものがあるようですね。はい、これもう一つ皆さん気になっているでしょう、東郷の心臓は誰のものなのか教えて、はい、東郷の心臓は梅崎一郎が探してきた物語とは全く関係ない人物のものです、はい、マジかよ、はい、はい、ですが、まあそうですね、梅崎一郎のことなので人身売買とか違法な手段で入手した心臓の可能性が高いですはい、クズです、クズすぎてわかんねえよはい、で東郷と東也の血縁関係はということなんですけど、まあ、顔に似てましたよね、とても似てる、はい、血縁関係ありません、ないの、ですがここ大事です、はい、もみじが東也に似ていると感じたのは偶然なんですが、作者が偶然ですって書いているっていうことは何かあるかもしれませんねっていうことですね、わからない、そこは皆さんのご想像にお任せしますということなんじゃないでしょうか、僕もここで鳥肌が立ちましたね、聞いた時は私だけ見てはい、あの老いとおばの関係って思って、あれもしかしてこれ三神道の恋じゃないと思ってちょっとキャッてしちゃった、ちょっと全然違った、
まあ偶然なのでどうなんでしょうね。いやー、ここが一番好きです。はい。はい、でちょっとあのハンダと読み込み自身でもう東郷さんか木込さんかが聞いてたんですけど、それぞれのキャラクターの名前にある花の名前は意味があるのかっていうことなんですが、日本を代表する花の名前を優先的につけました花言葉などの関連はありませんということです。はい、そうですね、このぐらいかな話すことは。解説で、じゃあ私からちょっとあのパパに聞いていい？あのパパが隠したその証拠って何？あ、開きますか。この日記は全体表示します。はい、これが分かってたら、と大川の最後の質問の意味が分かりますね。セリが私に大川を見るように言ってきた。誰がための子供、ましてや仮想病の子供の顔など見たいと思うものか。これは梅崎一郎の日記ですね。あなたのお父さんは梅崎一郎です。はい、あなたのお父さんはセリと梅崎一郎ですね。はい、はい、そういうことです。これを隠したかったんですね、聞くおみは。ちょっとどうしてもまだ幼い子には現実が受け止められないかと、はい、そうですね、言ってよ。あ、6歳ですからね。はい、親と思われている立場的には言いたくないでしょう。そうですね、知られたくないです。はい、ではここから岡さんから自分がどんなキャラクターだったのか、目標とかを含めて点数計算もここで行っていきたいなと思いますが、よろしいでしょうか。はいはい、はい、ではじゃあ岡さんからお願いします。え、これ私についても言えば OK？ はい、そうですね、お願いします。じゃあ私に長いよねこれ。わな、まああの軽くまとめていただいたり、目標とかにして、まあ、じゃあ軽く眺めて、オオカの名前はオオカ、ノーズはないの、あなたたちからすでに仮想病だった、もうマッキーみたいで左目からつぼみが出始めてるの、ちょっといいよね、みんなが気に入るからと思ってバッカで隠しているわ。今はこのお父様とおじいさんのもとで一緒に暮らしてて、あとはゴーゴーくんとかモメチュさんとかスラクさんも一緒に過ごしてたから、もう私はめちゃくちゃ幸せでした。ね、お父様に、私の本当のお母様がれっていう子に聞いたら、写真をもらってごめんねって言われたので、もうお父様に落とさないって言って、自分で探すを頑張ってました。うん。ね。はい、そうですね。まさか、はい。はい、偉いです。はい、目標お願いします。本当に、ちゃんとね。うんうん。1個目目標はね。目標、まず一つ目が犯人を見つけること、もう見つけませんですね、うん、はい、で二つ目が冬をオーバーしてや、あいつはセリの娘について調べること。まあ多分セリがお母様だってのは分かってたので、まあちょっとあのおこてにしてた方には大事がありますが、はいいでしょう。ここは犯人として最多、あ、最得な最多票、読めない最多得票を得ないこと、まあ、レイモンスターガールだな、うん、6歳でにクロフィーを持てません、うん、持てません、ナイフもさせません。はいはい、ね、最後が、あ、そうだと、自分から委員長室に入ったことを指摘されないこと、だってパパと話しんじゃうからね、欲望を持ったし、うん、で追加得点で母親の写真を探して、以上ね。はい、隠し部屋の存在に気づいているのが大川だけで、隠し部屋の存在にもう隠し部屋っていう風に最初の花って読み込みの時間から言ってらっしゃったので、もうおーすげえと思って、なかなか隠し部屋っていう言葉が出ないので、出たらもうあのはてなはてなフェーズに行くんですけど、もう出た早いと思って、絶対あるやんと思って今日回してました。そうですね、自分から院長室に入ったことを指摘されないことも、一郎爺様に呼ばれたっていう表現は大丈夫ですので、得点に入ります。不要王家スペア、あいつはセリの娘について調べることに関しては、
で、セリが母親であることは分かっているんですが、メサギ一郎が父親であることは分かっていませんよね。おそらくおじい様って言ってらっしゃるので。いや、私あの三角束と一緒に戦場行ったって書いたよ。はい、そうですので、戦場行ってフィニッシュしたって書いたよ。うん、ですので、半分ですね。はい、11点です、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、はい、では次に東吾くんよろしくお願いします。はい、東吾くん、5歳ぐらいの時に、戦争で親が死んじゃって、うわーってなってて、でその時からもう入院生活が始まって、やべやべってなってて、で13歳ぐらい、もう12歳とか13歳とかでその火葬病が出ちゃって、もう病院からもうあいつなんだよとか言われて、うわーしんどいしんどいってなってた時に、そのもみちさんとかと出会って、もみちさんがすごく僕によくしてくれて、やばいこの人好きってなっちゃって、それからずっとよくしてくれたんで、まあ、好きになって、まあ、ちょっと気持ちをどう伝えたもんか思春期を送ってましたね。で、事件か、すみません、まあでも東郷はあんまり怪しい行動取ってなかったと思いますよ。はい、取ってません。19時にみんなと食事して、19時15分に水もらいに行って、でそこでなんかいろいろ作業してた、椿さんと一緒にお手伝いして、でその後に、12時20 15分ぐらいに2階に戻る途中に慌てたもみじさんが自室に入っていくのを僕実は見てるんですけど、もみじさん怪しまれたくなかったので言いませんでした。見てたんですね。見てました。はい、あのもみじさん大好きですからね。はい、もみじさん大好きなんで僕は言いませんでした。でハンカチ拾って誰のハンカチだろうとか思ってたんですけど、落ちてたのが空き部屋の前だったので誰か分かりませんでした。リスでいろいろちょっと指輪を作ってたんですけど、ちょっと指輪ちょっとみんなに知られて恥ずかしいんで、なんか丸っこい輪っかだよっていうこと言ってました。まあでもこれぐらいですね、目標か。はい、目標お願いします。はい、目標、もみじさんに票が集まらないようにすること、8点。めっちゃいい子だな。で犯人を見つけること、5点で、犯人として最低得票を得ないこと、4点。指輪を作っていることを指摘されないこと、3点。追加得点、作りかけの指輪を所持している、彫刻刀を所持している。はい、です。はい、ありがとうございました。東吾くん、ただただもみじが好きな指輪作ってる可愛い男の子です。はい、はい、うん、本当に大好きで言ってないことも言わないで偉かったと思います。最後のね、あの指輪も彫刻刀も所持していたので、追加エンディング、あ、特別エンディングですね、もう見れたし良かったんじゃないかなと思います。20点ですね。はい、犯人を見つけること以外が大正解です。はい、おめでとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、では次、聞き込みですね、よろしくお願いします。はい、こじらせロリコンの医者聞き込みです。まあ聞き込みの過去から話すと、まず18歳の頃から軍医として出兵しておりました。で19歳の頃に、まあ、安全であるはずの軍医施設に攻撃を受けて生死をさまよう大怪我を負ってしまいます。その時助けてもらったのが敵国の看護師であるセリ・ブロソンという女性に助けられます。このセリ・ブロソンこそが大家の母親にあたる人物となります。それで29歳になった日にセリから子供を頼みますという手紙を受け取ります。その時にセリが火葬病で亡くなっていることを知ります。で、そのセリが どこの個人にいるかっていうのが分からなかったので、その個人の
メッセージの個人の住所を頼りに全財産をはたいて探偵を雇って桜花のことを調べ上げます。すごい執念。その時にお金はなくなりました。すごい執念で、さらに探偵から新たに桜花の実の父親が、まあ、梅崎一郎であることを知り、セリーは子供ができたという理由で捨てられて、セリーと梅崎一郎は、梅崎一郎にとってセリーは自分の欲求を満たすための存在とだけ扱われて遊びだった可能性が高いと言われました。うん、めちゃくちゃムカつきましたね。まあ、はい、まあ、それでその父親ということを知っていたら梅崎先生の元を訪ねてあなたの息子であるということを伝えました。どうか、まあ、その時に確かにスペアは必要だな。で、まあ、その、自分がもてあそんで捨てた女の息子、娘って仮想病なんていらねえってことで入れてましたね。で、まあ、セリには、金髪の壁眼の女性のセリということは言わず、写真しか渡すことはできませんでした、ということです。はい。それで、まあ、報道としてはちょっとアリバイがない時間が続いたり言えなかったりちょっと怪しく映っちゃったのが反省点ですね。はい。で、そうですね。で、目標が、東郷が受けた手術の内容を知ること。これは心臓移植であるということですね。で、犯人として最多投票を得ない。犯人を見つける梅崎一郎が桜花の父親であることを指摘されない、で、追加特典としてセリからの手紙を所有していることです。はい、ありがとうございました。キクウミ、今回探偵一ですね。一応そうですね。はい、はい、かなり難しかったと思いますが、ちょっと時系列がまとめられなくて、はい、そうですね、推理時間の時にもみじのルートは確保できたけど時間的にはつばきなんだよなぁと思って。そうなんです。トイレでナイフを洗ったんじゃねえかって言ってるんですけど。はい、そうですね。点数ですね、心臓移植にたどり着けてるので、統合を受けた手術内容を知ること8点クリアです。犯人として再届を受けてしまいました。犯人見つけられてません。梅崎一郎が桜花の父親であることを指摘されてません。スリカの手紙を所持していますということで16点です。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、では次、佐伯もみじ、いや、はい、高梨ゆりさん、よろしくお願いします。はい、高梨ゆりです。高梨つばきの姉です。え、私はえ最初の仮想病患者佐伯東也の婚約者で、この死因というか花が咲いてなかったので、まあ、それを調べるために梅佐木先生のところで看護師をしていました。で、さっきも話したんですが、19時15分に解散して菊臣先生の部屋に戻ろうって言われたんですけど、いやいや聞かないと気持ちが収まらないと思い、19時半頃自室に戻ったんですが、もう一度院長室に行きました。で、45分頃に院長先生のドアをノックすると出てきてくれたので、話をしていたところ、東郷の件しつこく聞いてくるなと、お前はしつこい女だなと、何年経っても変わんないな、高梨ゆりなんだろうみたいに言われて、もうなんか揉めてカッとなって近くにあったトロフィーで投げてしまった。やべえよ、その時どこかで音が聞こえたんですよね。だから誰かいるとちょっと思ったんですけど、その後焦って帰って部屋に戻ったって感じですかね。多分その時にハンカチを落としました。そうやっちゃう。ハンカチを落としてしまったんですね。で、まあそこからは本当、ああ、どうしようどうしよう、やってしまったっていうので、もう本当、してたって感じですかね。
なのでそんな感じでほとんどアリバイはなく、なんなら殴ってもいるのでちょっと喋れないことが多かったっていう感じです。で、目標なんですけど、まず犯人として最多得票を得ないことが8点、犯人でない場合犯人を見つけること6点、梅崎先生を殴ったことを指摘されない4点、自分が日本初の仮想病患者の婚約者だと知られないこと2点、追加得点で当夜のイニシャル入りのハンカチを所持している5点。はいはい、ありがとうございました。なんかずっと高梨ゆりであることがバレませんでしたね。実は椿さんも迷っていました。え、本当にお姉さんなのって。壁打ちでかなり迷っておられましたね。結構なんか妹は姉思いって書いてあったんで、かばってくれてる感じなのかなとか、でもなんか持ち物とか全部見せられちゃってる。はい、一応今日姉妹だってお互い分かっているので、お手でつなぐことができるかもしれませんね。まあでも最後と両方聞き込みになったんで、まあ、若干つなげてはいたんじゃないでしょうか、お手では。はい、ね。まあ、まあまあまあ出なかったですね、今回は。その姉妹仕様がされなかったです。犯人として最多得票を得ないことを発展できています。犯人ではない場合犯人を見つけることできていません。梅崎一郎を殴ったことを指摘されないこと、されてませんね、おそらく。あれ、されてないよね。はい、一応されてないです、うん、されてない。はい。で、自分が日本初の仮想病患者の婚約者だと知られないこと、お兄ちゃんって言ってましたので、大丈夫です、セーフです。トヤのイニシャル入りのハンカチを所持していること、所持していますね。はい、OK です。19点。おめでとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。では、一番喋りたいことがおそらく多くて、多分、めっちゃ迷ってたであろう、椿さん。一番うまかったです、今回。僕も、なんか何回か見ましたけど、逃げ方がオンリーワンで良かったなと思います。では、紹介よろしくお願いします。はい、そうですね、どこから話そうかな。まあ、そうですね、まあ、殺した理由は、解説でも言った通り、大岡さんをすごい言われてたんで、それにぶち切れて殺した感じです。あと、仮想病の進行を感知させるのをやめてほしかったっていうのもありますね。みんな多くと好き好きない。かわいいからね。からね、うん、あと、もみじさんがお姉さんなの分かってたけど、なんか、とうやさんのが兄とか兄って言い出して、どういうことって一人ですごい困惑してました。なるほど。お姉ちゃんじゃなかったのってなってました。お姉ちゃんでした。全然、なんか、めっちゃ混乱してました。あと、まあそうね、最後に言ったけど、あれをその院長室に入ったことを開幕ってか初っ端言おうかとか迷って結局最後の方に言ってしまいましたね。まあまあでもいい、全然良かったと思いますよ。うんうん、普通にすごい椿に票入りそうだなとは思ってたんですけど、いやー、うまかったですよ、逃げ方が、本当に。ヨミさん、行ってよかったです。全然わかんなかった。そう。そうですね、目標は、犯人として最多得票を得る。で、犯人ではない場合、犯人を見つける。あ、これ違うわ。他の人の見てた。犯人として最多得票を得ない。で、仮想病狂信者であることを指摘されない。大岡が犯人にならないようにする。仮想病患者ということを指摘されない。で、追加で仮想病促進剤を取得しているです。はい、促進剤。ありがとうございました。はい、ここでもワンダンワンダンワピッて面白いですね。この薬、仮想病促進剤です。そんなのあるんだ。はい、そうですね、高梨椿は仮想病狂信者で、東郷くんは思い当たる節があると思いますが、急に態度が変わりましたよね、椿さんの。そう、冷たくなった。
はい、それはあなたの仮想病が治ったからです。すごい、はい、あなたの仮想病が治ったので興味がなくなりました。良き妹だと思っていたなんか急に冷たくなってなんか困惑してた。なん怖かった。患者の人にしか興味がありません。はい、そうなんです。やばすぎる。はい、ハンドアウト見ていただければわかるんですが、まあ花が咲くことが本当にすごいね。うわーすげーって、あの震え文字で書いてて怖いです。僕はどうね、この記事に美しいって書いてあるの。はい、そうです。それやべえ女だと思った。わかりますね。はい、でそうですね、あの上杉一郎先生殺しました。ワイングラス持ってくるように言われて、ワイン持ってって、鍵が開いてて、あれ入りますよっつって入ったら、頭から血を流した梅崎先生と岡さんが倒れていらっしゃいました。そしたら梅崎先生起きてきて、もみじに、いや、ユリにやられたっつって、で、ここまで梅崎先生が高梨ユリがいることを知らないと思っていたんですけど、ここで梅崎先生が知ってるよそんなことみたいな言ってます、うんうん、で妹やるやん、あ姉さんやるやん、こいつのこと殴ってって感じなんですが、はい、そしたらなんか仮想病の梅崎先生も仮想病初心者だと思っていたんですね、あの椿が。なのになんか治そうとしてるから何言ってんのお前っつって、しかもなんか桜花のことそこのおぼつを排除しろみたいに言って、え桜花さん仮想病患者で美しいじゃないですか、なんつったお前っつって、あのナイフで刺します。やば、こんな衝動的に、はい、あら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 、私やってしまいましたか、あやってしまったようですねって言ってますこの時椿さん。はい、そんな、高すぎる。いい妹だった。マジかよ。クレイジー、クレイジーガールです。クレイジーだった思ったより。はい。でも桜花守ってくれてありがとう。はい、桜花はそうですね、あの仮想病患者なので、はい、あの桜花がその花を咲かせて死ぬところを見たいっていう一心で守ってます。ああ。なるほど。複雑。なるほど。複雑。はい、で、あの促進剤ありますよね。椿さんも仮想病患者なんですが、もしその促進剤持った状態で椿さんが犯人だって指定されると、促進剤を飲みますか飲みませんかっていう選択肢があなたに送られます。へー、はい、花になるか、あなたが犯人だってバレた場合、その選択肢が送られて飲みますって答えると、自分が花を咲かせて死んで終わります。へー、ちょっと見たいそれ。はい、どっちにしろ椿的にはあのもし3人だって指摘されてもあれ持ってればいいやっていう自分が、ね、そうですね、になることもあります。前回は一択目はそうなりましたね、はい、椿が回してました、バレちゃいましたね。でも今回本当に逃げるの上手くて、うん、うん、なんて言ったんだっけな、途中時系列聞かれてた時に、うん、あの東郷まではみんな話してたけど、そこからちょっと話ずれて、うん、私話してなかったんで、それもあると思う、うん、ああそうっすよね、うん、なんか絶対あれ犯人だと思って移動する時間とか考えたんですけど、うん、椿さんそれは何時に部屋行ったっけみたいな感じになっちゃって分かんなかったんですよね、時系列がうまく、はい、なんかうまく逃げれてて、おお、なんかそう、なんか なんで思ったんだっけな、なんか普通だとそこでもうバレちゃって結構罪な場面なんですけど、すごいうまく逃げてて、うわそういう逃げ方あるんだって思って壁打ちに書いたのを思います。はい、うまかった、勝ちでうまかった。ペーパーナイフ出てきちゃいましたね最後ね、はてなはてなはてな、終わる前まであナイフ出てきてねえやみたいなこと言ってたけど、俺が あるからなと思って涙スタンプを送りました
あるんだよね実は。はい、はい、とっても楽しかったです。解説のチャンネルも開いてますね。はい、そうですね、後書きも読んでくださると分かるんですが、仮想病の原案となったのは学生次第に、僕ちょっと分かんない、あれなんだっけな、ラークなんとかシエル、ごめんなさい、ちょっと見ていただいたら分かるんですけど、ラルク、なんていうの、ちょっと見てください、ごめんなさい、読めません。さんの、仮想っていう曲を聴いたときに思い浮かんだ設定です。なんか多分分かる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。ラルク&シエルだっけな、ラルク&シエル、ラルク&シエル、そう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 。ごめんなさい、ちょっと僕分からないです、まだ若くてすいません。そういう時に、思い浮かんだ設定です。人が花を咲かせて死んだらどうなるんだろう、今思えばとんでもない発想かもしれません、ということで、作者さんもマナミス仮想病っていうシャープで、シャープじゃねえやハッシュタグでつぶやいていただけたら、見に来てくださるので、ぜひツイートしてみてください。はい、そうですね、このシナリオ密談がないのがすごいいい味出してまして、東郷とモミジはお手手つなぎたいし、キコミとオオカもお手手つなぎたいし、密談したかった。はい、いや密談したかった。そうなんですよ、密談があえてないんです、そのシステム、とても僕好きですね。はい、そうだな、ということはこれぐらいかな。あとあれですね、ミニアクリルチャームが販売してます。かわいいです。かわいい、かわいい、気になったら買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで今日はこの辺で一旦中締めとさせていただこうかなと思います。全然感想戦とかありましたら、これずっと喋っていただいて構いません。皆さんとてもいいロールプレイをありがとうございました。楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。良、かったっすね。いや楽しかったですね。面白かった。